アンディトロワイヤアンディトロワイヤは、フランスの小説家、電気作家、追筆家。本名レボン・アスラントロシアン、ロシア名レフ・アスラノビチ・タラソフ。ロシア皇帝や作家たちの評伝も表した。アルメニア系ロシア人でモスクワ生まれ、幼児に、ロシア革命により、両親と共に、ヨーロッパに移住、1920年には、パリに定住した。 1935年発表の書上作、炎のアカリフォージュールで、ポピュリスト賞を受賞。1938年には、ジャンポール・サルトルの、王都と争い、小説、クモエル・アンで、フランス文学の登竜門、コンクール賞を獲得して、一流作家の地位を確立した。異例の若さで、アカデミー・フランセーズ入りし、死ぬまで欠かさず、作品を発表し続けた。 その散文としての単成さはもとより、物語の巧みさ、芸術性の高さには全く衰えが見られなかった。生涯で100以上の作品を発表し、イヴァン4世、エカチェリーナ2世、アントン・チェーホフ、レフトルストイ、グリゴリー・ラスプーチンなど、ロシア史上の人物やロシア文学者の評伝は人気が高い。2007年に95歳で死去。葬儀は同年3月5日。 パリにある正教会の大聖堂、アレクサンドルネフスキー大聖堂で行われた自伝的小説にサトラップの息子がある。ありがとうございます。